俺らのフォーメーションを決めておく。まずお前が剣術でも真剣でも何でもいいから得意の術で先制攻撃をしよう。そして俺が突っ込む。お前は後方から援護に入る。それがフォーメーション B。 A は別々に好きにやるんだ。了解した。人が、フォーメーション C を忘れてたぜ。もし俺が霧隠れに捕まったらお前の手でさっさと殺してくれ。フォーメーション T の時はどうしてほしい？